アリカヤは、ケニア生まれのトルコの陸上競技選手。専門は長距離走で5000メートルと1万メートルに出場している。2013年のヨーロッパジュニア、陸上競技選手権大会にて、ヨーロッパジュニア記録を樹立した。スタンリーキプロティチムッケとして、ケニアのリフトバレー州、ウアシンギシュ県、エルドレットで生誕した。2010年にトルコへ引っ越し、 トルコ名のアリカヤを取得した。2013年にトルコに帰化し、同年6月20日にトルコ代表として国際大会に出場する資格を得た。イタリアリエーティで開かれた2013年ヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会において5000メートルと1万メートルで2つの金メダルを獲得した。1万メートルでは28分31秒16の トルコ新記録を達成した。このレースの後、表彰式に出席せず、ケニアに帰ってしまうというスキャンダルを引き起こした。トルコ陸上競技連盟によると、カヤは彼と同じく、ケニア出身でトルコ国籍を取得したイルハムタヌイ・オズビーランと一緒に4日間のケニアでのトレーニングをするために国に戻ったという。表彰台には、カヤの代わりに別のトルコ選手が立った。 インドネシアのパレンバンで開かれたイスラム圏競技大会において5000メートルで銀メダル、1万メートルで金メダルを獲得した。スイスチューリッヒで開かれた2014年ヨーロッパ陸上競技選手権大会においてロンドン五輪オリンピックで2冠を達成したモハメド・ファラーと1万メートルで対決し0秒51の差という接戦の末銅メダルを獲得した。 この活躍により、ヨーロッパ選手権史上、最も若いメダリストとなった。WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高、NJR 国家ジュニア記録この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますスタンリーキプロティチ向けに関するカテゴリー。 ありがとうございます。